どうも、おはよう、うさぎ。大崎でーす。おはよう。はい。やってまいりました。第47回、大崎陸のおはよう、うさぎでございます。みんなありがとうございます。ね、あのね、まず今日すごい。始まる前のコメントが250超えてる。あ、でも、ありがとう、うさぎ。ね、コメント多い。すごい多いよね。また AD 風の格好。サバ？何の話してたのみんな。釣り好きだからその話とかかな。マグロ漁船。はい。たくまって何歳なのってもう書いてある。お、さすが。もうみんなね、知ってくれてるのかな。はい。あとでね、登場してもらうんですけれども。今日はね、たくまさんのゲストでございます。はい。ということでね、多分僕の番組を見てくれてる人はね、冬月系の人はね、たくさん知ってる人がいるんで、今日も、すごい楽しい放送になるかなという予感がしてまいります。はい。で、そんな感じで今日も行ってみたいと思います。それではオープニング、大崎陸のおはよう、うさぎ。ました。ちょうどね、今ね、レボグループさんの CM だったんですけれども、はい、今日来てもらえる、冬月ホールディングスレボグループの、ファング切磋琢磨社員もね、レボグループということで、はい、ちょうどナイスタイミングでございました。じゃあそれではね、登場していただきましょう。今ご紹介した通り、冬月ホールディングスレボグループのファング切磋琢磨社員です。どうぞ。ナンバーワン。おお。いやー、ありがとうございます。ね、お久しぶりですね。お久しぶりでございます。でも、めっちゃたまに、街で会いますね。あるね。街で。最近ね、部屋でも会わなかったとかね。あ、そうですね。あ、じゃあそれでは、ちょっと今飲んじゃったんですけど、うち流の乾杯があって、お、明日はっていうんで、ハングオーバーで乾杯です。オッケー。明日はハングオーバー乾杯しったら、はい、ぐーっとぐっとぐっと。はい。ということで、じゃあそれでは改めて、自己紹介お願いします。クラブファングの切磋琢磨です。まあ知ってる、でもリクとはね、もともと一緒に働いてたから。そうですね、2年とか3年とか。そうだね。そうそう、昔はよく一緒なんだけどね。そうですね。最近ちょっと疎遠だったから。久しぶりだわ。なんか言い方嫌ですけど。はい、琢磨さんでございます。はい、今ね、あったんですけど、僕が入ってたお店、コンフィデントっていうお店からもうずっとオープニングメンバーですかね、コンフィデントの。違うけど、まあほとんどそうだね。ほとんどオープニング、うん、ほとんどオープニングメンバーで。で、結局ファングになるまでのスコールと別れるまで 2年ぐらいですか、うん、2年ぐらい一緒に、1年半かな、1年。そうだね、もう2年いかないぐらい、うん、働かせてもらってましたね、たくまさんでございます。あのね、僕からね、たくまさんの紹介をするとしたら、まあ真面目な話をしたらめちゃくちゃ仕事意識高い先輩だ。まあそうなんだよね。おっと。まあそうなんだよ。まあ半分冗談で真面目な話をしたらめちゃくちゃ酒強いです。もう28なんでね、ちょっとあお手柔らかに。そうっすね。そうよ、もう28だから。確かに、うん、そうだそうだそうだ。もう結構ね。そう、なんかさっきちょうどちょっと弱くなったよねみたいな。そうそうそう。話をねしてたんですよね。そうそうそう。たくまってホスト何年目？あ、何年目っすか？今6年目かな。あ、6年目。うん。あ、それぐらいですか。そうそうそう。もう、未経験で入ってね、最初はもうなんか未経験なんてすごいって言われてたのにね、いつの間にかね、はい、6年目だから、あ、バリバリな経験者になっちゃった。結構ベテランですね。さっき30歳ってコメントに騙された。まあぽいけどね。え、言われますよ。いや、言われるよ、めっちゃ。マジっすか、うん、俺大体28か30って言われるから。え、それ29を避けてるのは何かあるんですか。いや、わかんないけど。フランの1個下かな、俺は。フランさんが、僕の1個上が高松さんで、代表のフランさんが2個上。そう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 。
62年ですよね。62年ねえ、うし、とら、うさり年、うさり年、うさり年です。たまにね、僕あのうさり年だからおはよううさりなんでしょみたいな言われるんですけど、あの僕たつ年なんでバッチリたつ年なんで、どちらかというとたくまさんの方がおはよううさりです。まあ合わないよね、さすがに、うん、え、でもやってるんですよね、おはよううさり、よく。え、やってるんじゃないですか。やってる、すごく。え、そういえば今日、みんなにまだ挨拶してないんですよ。おはよううさぎあざっす。いや、なんかどっちいい、どっちいい。いや、なんかあれっす、あの毎回毎回やってもらってるみたいな風になってるかもしれないですけど、うん、やってくれたの47回目で、佐久間さん初めてですから。あ、ほんと、そういうとこ先言って気まずいから俺もみんな頼もうと思うじゃんね。やんなきゃいけないのかなの顔してた。いつもそういうふりするから変わってないわ、やっぱり。佐久間さんはね、あの悪い冗談言うと信じてくれるから優しい先輩なんです。いやね、ニヤニヤするからな、あいつも。そうそうそう。いつおはようマグロに変えるの。おはようマグロは良くない。なんでマグロなのこれ。いや、なんかそのマグロ漁船ってあるじゃないですか、うん、で、ま、本当にね、ブラックジョークみたいな俺好きだから、その女の子になんか仕事紹介しちゃうみたいかなんか言われてた時にまさかね、マグロ漁船紹介するよみたいな、こう冗談で言ったら、うん、なんかこうそれが流行ったというか、そう、なんかマグロ、なるほどね、すごいもんね、マグロ率すごいもんね、うん、マグロ漁船はよ、うん、で、この前僕船舶の免許取ったんですよ。あ、そうなの。2級船舶で30人乗りの 25m まで運転できるんですけど、なんかそれのタイムライン、んそれ取ったよっていうタイムラインも、これでマグロ漁船営業できるぜみたいな。そうそうそう、ね、そういうので今マグロ漁船バーンみたいな。あ、そっちのマグロか。売りかけしたらマグロ漁船って悪いな。売りかけしたマグロ漁船もやばい。そうそうそう、マグロって言うから。え。ちょっとマイクもう一回。いやいや、マグロでマグロ言うから、なんか何の言葉なと。なんすかマグロっていうか。いやいや、なんかそのなんかあんまりそう動かないタイプなのかな。動かないタイプ、うん、どういう意味ですか。だからマグロって言うじゃない、だから。ああ、確かにお刺身は動かないですもんね。そうそうそういうこと。あ、池作りとかだったら動くっすけどね。うん、うん、マグロ営業ってことでしょ。たくまさんこういう人です。そうなんだよね。たくまさんは臓器売買。え、なに、どんだけ、なに、フーツキホールディングス。やばい、相対爆弾や俺ら。今のはリクルのが悪い。俺が悪かったかな。そうよ、マグロばっかりだな、ほんとに。いや、今日早速ね、あのもうぶっちゃけうさりに備えて女系の発言が出てきております。ね、怖いわ。今日何聞こうかな。まあ28だからお手柔らかにね、うん、でも28だからこそ経験がいっぱいあるわけですからね。まあね、ホスト6年もやってれば、うん、まあね、美味しい話もいっぱいあるんじゃないですかね。まあ本当はあのちっちゃい引き出しあげるわ今日は。そうですね、うん、大きい引き出しもあげてみましょう。ちょっと危ないから。いや、でもなんかあの放送できないような内容の話とかはやっぱこう昔のお店の方があったかなって。ああ、まあそうだね。そうですね、うん、そう。いや、まあでもそんなところもどんどん突っ込んでいこうかなと思うんで。なるほど。ほんとみんなやってるそれちゃんと。みんなちゃんとご覧です。あ、本当に。あ、よかったよかった。ならいいんだけど。え、お店だとたくまさん初かもしれないですね、ファングだと。あ、そうなんだ。なんか前フランさんを誘ったんですけど、うん、嫌だって言われた。なんか、いや、嫌だって言われたらショックですもんね。後輩の番組出てよって思って。いや、なんか本当に都合悪くなっちゃったのかな、なんかそれで。そうですね、ダメになっちゃって。あとは誰の、あ、香りか、仲いいね。ああ、そうですね。そうですね、あと出てないですだから。ファンが初ですね。あ、マジで。お、出ました。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、ファンが初、本当嬉しいわ。この、なんだっけ、おはよううさぎ。おはよううさぎ、見たことないっすよね、絶対。いや、一回ある。マジっすか。なんかね、誰だっけな、誰か、ゆいとさんか誰か出た時見たんだよね。はいはい、なんか、はい、俺のお客さんがそのゆいとさんすごい好きで、それで見たんだけど。それ微妙な心境っすね。まあまあ、うん、そうそうそう。あ、マジっすか。結構みんな知ってるから、でも、リクの番組。あー、もう、あれっすね、うん、嬉しいっすね、それはもう。ありがとうございます。気になってたけど、まさか俺が初だとは。
そうっすね。いや、もう47回やって、一番ぶっちゃけた話をするんで、お願いします。ブラック番組。え、やばい。でもこの番組に呼ばれたらお客さん減ると思うよって。俺潰してるみたいな。ちょっと待って、そういう感じになっちゃう？潰したい人から、来週ですかみたいな。気まずいよ、それ俺。めっちゃ笑うやん。いや、減ったら教えてください。ああ、だって減ったらね、うん。リクのぶっちゃけうさぎのせいで減ったら。もう、ちょっと言いに行くわ、俺。マグロ番組やばいの。いや、でも、こう結構、なんか、ギリギリ攻めるんですよ。うん。本当に言っていいのみたいな内容まで、こう、普通のトークとかでも攻めるし、画像をバンバン出したりとかするから、そういうので結構普通の番組よりは面白いと。あ、なるほどね。そう、テレビで、地上波だと放送できないけど、まあ、この番組だし、ナイトチューブだからいいでしょぐらいの。あー、なるほど。ところのラインがあるじゃないですか。あ、なるほど。そう、放送禁止用語とかもね、バリバリ行くんで。そうなっちゃいます？そうですね、確かに、俺、同僚だったら呼ばれたくないなぁ。マジかよ。嫌ですね。うん、ちょっと、まあ、嫌な番組ですわ。気になるけどね。っていうか自分でちょっと今思ったんですけど、若干鼻声。確かに鼻声。そうなんですよ。なんかおはよううさぎをぶっ潰せイベントをやってからちょっと、あれ鼻声で。キーラ？あれイエガーす。なんか先日何日？ 14 日に、ハングオーバーで、おはよううさぎをぶっ潰せイベントっていう、公開処刑イベントがあって、で、何でしょう、何をするかって言ったら、うん、こう、うさぎ殺しっていう特別なドリンク、まあ、要はイエガーなんですけど、うん、イエガーにオレンジ刺しただけのやつなんですけど、うん、結構たっぷり入ってるんですよ。うん、それを頼んだら、絶対に僕が全部飲まなきゃいけないみたいな。全卓。マジで？っていうのをやってて、正直、特に、じゃあ、シャンパンが入る、うさぎ殺しシャンパンみたいなあるわけでもないし、まあ確かに高いんですよ、2000円のね、イエガーなんだけれども、それを何十杯と頼むお客様がたくさんいて、40何杯から先覚えてないっすよ。いや、ていうか、そんなもんなんだね。そうなんですよ。ちょっとやばくないっすか？やばいっす。やばいっすけど、まあ盛り上がりはしましたね、従業員が。従業員が盛り上がりました。ちなみに、その、誰に一番騙されたか覚えてないの？ゆいとさんっすね。あ、やっぱそうだよね。ゆいとさんっすね。で、このイベントやろうって出したのもうちのゆいと代表だし、そういうとこあるんだな。そう、最初冗談で言ってたんですけど、本当にイベントに乗り切ったのもゆいと代表で、そう、だからぜひね、僕、水島ゆいとぶっ潰せイベント、やりたくてしょうがないです。あー、やりたい、俺も行きたい、それ。行きます、行きたい、行きたい。あ、ゆいとさんは本当にもう仲良しだから。そうっすね。え、じゃあ、今、この番組で言ってくれました。水島優衣とぶっ潰せイベントやったら、なんとファングより、たくま試合人が。行きます、ほんとシャンパン入れに来るって。うん、シャンパンも家がもういっぱい入れる。あー、それいいっすね。うん、はい。全部飲んでくれるでしょ、だって。そうっすね、全部飲んでくれます。行ってきてほしいことないよ。炭酸抜かない、炭酸抜かない。代表がそんな飲んでくれたのないから。あ、じゃあアンケート取りますか。うん、水島優衣とぶっ潰せイベント、やってほしいかどうか。あ、じゃあやったら来るかどうかにしよう。あ、そうね。やったら来るかどうか。ね。来ないと無責任だから。それで行きましょう。どうぞ、お願いします。ちなみに 50% 以上行ったら、開催します。今決めました。いや、ゆうとさん強いからな、じゃあね、アンケート取ってる間に、ね、CM 行きたいと思います。チャンネルはそのままおさり。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ。早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本人の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ。試した人から面白い。
今 CM 中に俺別にやってもいい、俺やったらたくまさんやったら行きますよって言ったら、あ俺別に次の日休みだったらやってもいいよって言ってたんで、よろしくお願いします、記録しました。あおお行く、あらららおお開催決定、ゆいとさん見てますか、よかったっす、よかったよかったね、本当に、はい、これで、安心してぶっちゃけうさぎのコーナーにね行けます、すごいね、じゃあたくまさんやったらぜひ、いやいやもう全然行く、ね、本当にお願いします、うん、あの約2000人が見てる前で行くって言ったんで、いやもう、はい、もう全然行きますよ、はい、ガンガン来てください、うん、ということでね、はい、ぶっちゃけうさぎのコーナーにね行きたいと思います、おお喜びたくないぞこれははい、ぶっちゃけうさぎのコーナーなんですけれども、私大崎レクが、毎週毎週来ていただいたゲストの方に、生放送でこんなこと聞いていいの、言っていいのというような内容の質問を一つします。その質問に絶対にゲストの方は答えていただくというコーナーです、はい、なるほどね、まあね、先ほどもねあったんですけど、やはり女系金系がいいっていうのね、 あのコメントであったんで、なるほど、はい、でやっぱり、今日はね女系でいきたいと思います、なるほどですよね、何しよっかな、まあそうっすね、ね、そんな言ってもね、みんな見てるからね、いやまあでも そういう番組っすからね、あ、今日のたくまかっこいい、あ、たくまさんのお客さんも本当ありがとうございます、本当にたくまさん真面目なイメージがあるかな、俺超真面目だから、いや超仕事にいいっすもん、僕入ったばっかの時幹部じゃなかったじゃないですか、あ、そうだね、うん、そうそうそう、まだ全然 A チームかな、そうですね、入ってまだ1年とかぐらいだったのかな、うん、でその時もなんか幹部もすごく多くて、なんかあれなんですよね、なかなかこう売上 上げてても、もう売上上げてたんですけど、そうそうそう、しっかりお客さんとかいて上げててもなかなか幹部になれないみたいな状況だったんですよね、うん、そうそうそう、でもその時からもうめっちゃ仕事意識高くて、そうですね、なんか掃除しない従業員とかぶっ殺す勢いです、ね、言うな言うな本当にね、いい子だったもう本当にあの基本的に優しいんだけど、こう仕事に対してはしっかりお前ちゃんとやれよみたいな、そう真面目だから、そうとにかく真面目だったですね、意識高い感じだったんで、まあ、そんなたくまさんだからこそ、なんかあれっすね、ぶっちゃけてほしいっすね、特に女系で、ぶっちゃける、うん、どうやったら売り上げ下がるかなおー、ちょっと近い近い近い、危ない危ない、うん、まあでも、ね、そんなにないと思うよ、こんな系って言ってもね、まあまあ、常識の範囲内でそう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 、いきましょう、うん、ルーズというわけね、なるほど、じゃあ俺のイメージすごいな、みんな、え女にルーズというわけ、いや、ルーズそんなことないよ、本当にルーズではないですよね、全然。よっしゃ、売り上げ落としに行ってるよ、これ。これ、なかなかいいと思います。本当に？本当に？なかなか売り上げ落ちると思うんです、これ。大丈夫ですかな？いいっすか。てるん。ワンナイト行ける女の特徴を教えてうさぎ。なるほど、結構来たね、これ。これ、売り上げ。結構来たね、これ。売り上げ落ちるでしょ。おはよううさぎ、被害者の件。いや、売り上げ落ちちゃダメでしょ。これ、ぶっちゃけうさぎじゃなくて、売り上げ、落とすウサギのコーナーね、いやこれだって売り上げが落ちるでしょ、いいぞ来たね、本当に、じゃあこれあのこれあれっすよ、なんとなく適当にじゃなくてしっかりちゃんと本当のことを答えないといけないんですよ、え何えなんだってちょっと分かんなかったね、ちゃんとこれいかないといけないです、内容によっては指名ガチやめるって書いてあるワンナイトいける女の特徴を教えてウサギ、これは絶対あれですよ、行きましょう行きましょう、まあまあ、売り上げ落としに、どう今回どうですか、今週たくま指名勢お疲れ様でした、エースやめます、おーいおーいおー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 、え結構あれ行ったかな、俺ホスラブ叩かれる勢い、大丈夫特徴の女子は店に来たのか気になる、ああなるほどね、はいはいはい、たくまの落とし方教えてよ、
これだよこれホスラベ炎上営業でも俺一回やったことあるな、ホスラベ炎上営業。なんかすごいめちゃくちゃ叩かれて、あまりにもムカついたから自分のコスレをあのリンクに貼ってタイムライン上げてやったんですよ。そう、うん、あ、そうなんだ。そう、それ見てお客さん来たりとかしてくれたな。はい、ということで全然話入ってこなかったけど今あ、ですか。あの、これ本当大丈夫かな。大丈夫っすね。うん、大丈夫。はい、見ちゃった。はい、じゃあお願いします。これ言えばいいの。3322111トゥルン。見えるかな。あ、ちょっとなんか反射が、うん、まあ、ノリイコなら何でもって書いてるんだけど、ノリイコなら何でもウサギ。そう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 、ノリイコなら何でもウサギ。ノリが大事だからね、言ったら。はい、という、そうそうそう、と、これ、なんですか、具体的に。だから、詳細希望度です。いや、まあ、その、まあ、ホストってやっぱさ、はい、お酒飲む仕事だしね。はい。うん、だからその、まあ、お酒やっぱ飲むわけじゃん。はい、はい。飲んで、はい。まあ、俺枕とかしないんだけどね。はい。まあ、その、お酒飲むってことは、まあ、女の子酔っ払うわけじゃん。わーって。たくまさん、ちょっと声ちっちゃく。声ちっちゃいな。まあ、昔の話だけどね。はい、はい。昔の話だから。はい。その、テンション高くて、はい、一緒に飲んでくれる子の方が、はい、まあ、こう、なんかいけるかなっていう。いける、いけるかな。いけるかなみたいな。なるほど。そう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 、別にそんなのない。あ、じゃあ、例えばあれですか、こう飲んでて、うん、じゃあ飲もうよみたいな、乾杯みたいなやって、あ、私いいからみたいな。ああ、それダメだね。より、いや、ダメですね、うん、俺がテキーラ持ってこんかいって言って一緒に飲んでくれる子は、ね、いけるね。はいはいはい、うん、あ、まあでもまあ普通に慣れますよね、一緒に飲もうよって言って、あ、私いいから。そう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 、あ、そういうことですね。あと、レッドブロッカー飲む女の子ね。レッドブロッカー飲む女の子、うん、あ、これレッドブロッカー飲む女の子、ね、レッドブロッカー飲む女がいたんですね。そうそう、俺ね、多分知らないと思うんですけど俺、ウォッカがね、ちょっと飲めなくて。あ、そうなんですか。そう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 、あ、俺も知らないです。もうね、なんかアレルギーじゃないんだけど、はい、なんか判定みたいなのできちゃって、へ、飲めないから、はい、って言ってるのに、レッドブロッカー飲む女の子は結構もうゴーゴー。そうそう、ゴー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 っすね。自分で酔いたい、酔いたいゴーゴーで、酔いたいゴーゴー。あ、ね、むしろたくまさんを酔わせたいゴーゴー。あ、俺飲まなきゃ。なるほど。そうそうそう。あ、確かに確かに。あ、それゴーゴーっすね、うん、なるほど。ってことは、じゃあ逆にっすよ、こうたくまさんとランナイト行きたいなら、レッドブロッカー頼めばいいっすね。まあまあ、そうね。ただまあ、俺もちょっとあ、そういう感じかなって思うから。はい、うん、ってことは、この後初回とか来て、初回なのに有料ドリンクでレッドブルウォッカとか、あとはそう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 、なんか指名でいつもカロリー飲んでた子が急にレッドブルウォッカ飲みたいみたいな言い始めたらそう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 、こいつっつって、こいつゴーゴーだね。これおはよう先見たなと。もしかして…と思うのね。もしかしてだけど…言っちゃうっつって。なるほど、うん、はい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 、それ、面白い、面白いな。ウォッカ、ウォッカがダメなんですね。そう、いや、本当になんか弱いとかじゃなくて、本当に飲めないから。はいはい、だからカロリーとかも飲めないし。え、そう、カロリーもある。ウォッカっていうか、スピリッツって入ってるじゃん。はいはい、あれウォッカなんだよね。あ、そうなんですか。ウォッカのなんか種類かわかんないけど、それでスカイブルーとかも全部飲めないから、はい、だから淡麗ばっかり。あ、そうなんですか、うん、じゃあスカイとかレッドブロッカーとかを中心に攻めればもうすぐいけるっすか。いや、そう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 、ワンナイトいけるっすか、うん、おかしいな、俺ワンナイトいける女の特徴教えてって言ったのに、なんかたくまさんのワンナイトの生き方になっていてどういうことやまあでもそういう、まあ、そういうことだよね。そういうことだよ、そういうことですね、うん、でもあれっすよね、こう視聴者の方からしたらあれっすよね、そっちの方が知りたい情報だったかもしれないね、うん、そう、どこかでおかしくなったね。そうだよね、おかしくなったね、うん、そうそうそう。じゃあ、淡麗じゃ割んないといけないっすか。いや、まあ、淡麗の方が、まあ、ぶっちゃけありがたいんだけどね、俺飲めるから。はい、でも、その俺が、んって思うのは、はい、その、なんか、レッドブロッカーとか飲んでる方が、まあ、あ、そうそう、だって俺飲めないのに、はい、レッドブロッカー頼んでるみたいな、はい、そんな酔いたいのかなと。ちょっと待って、ウォッカください。はい、
ということでした。はい。ね、びっくりした、俺。こんな感じで聞かれるのね。ね、ぶっちゃけうさぎね。あの、切磋琢磨支配人は、ウォッカがダメうさぎに。そういうことです。変えましょう。ウォッカがダメうさぎ。変えましょう、本当に。うん、はい、よかった。ね。ウォッカダメなのもずっと一緒に働いてたんですけど、初めてでした。あ、でもね、その、リクと一緒に働いた時は、はい、多分、飲んでた、普通に。そうですよね。ファングになってから、なんか、年なのかな、なんかもう。まだ28っすけどね。あ、でもウォッカ、あのテキーラとか全然飲めるんだけど、はい、ウォッカとかはダメなんだよね。え、じゃあテキーラ飲ませてきたら、どうすか。テキーラは全然いいよ。はい。うん、まあ一緒に飲むから、俺も。でも、あれっすよね、女の子が、テキーラ飲むぜ、ウェイ、ガブガブガブ、持ち帰ってくれみたいな感じだったら、ちょっと。ちょっとね、あ、違うようになるけど、ちょっと違うようになるけど。持ち帰ってくれ。そう、でも一緒に飲んでくれる子の方が、まあ、その楽しいから好きっていうのはあるよね、もともと。そうですね。俺はすごい酒飲むから。はい。酒はすごい、本当に、最初のね。間違ったわ。え？間違った。あの、だから一緒に飲んでくれた方が楽しいよって話。はいはい。そう。そういう、なんか、そういうの、やるとかやんないとかじゃないから。いつも、レッドブロッカー飲ませてるわけではないそうそう、うん、え、じゃあ逆にたくまさんにレッドブロッカー飲もうぜって誘われた女の子はどう受け取ればいいですか。だからあのまあ俺酔っ払っちゃうよみたいな。うん、そうそう、まあ変な言い方だけど、はい、まあ多分好きなのかな俺。うん、そうはい、うん、頑張る。今日はいいぶっちゃけになりました。やばいやばいこれ。いやー、今日は非常にいいぶっちゃけでした。いつもこういう感じじゃないの。はい、いつもこういう感じじゃないの。いや、みんなあのいい感じにちょっとこう逃げたりとか、あとはこう僕が少し遠慮してしまったりっていうのがあるんですけど。あ、なるほど。そうですね。今ちっちゃい子で俺にも遠慮しろよって言ってた。はい、ということでね、来週の告知なんですけども、おはよううさり第48回のゲストは、元メンズエッグモデル、そして、今はバーグラムのプロデューサー、千葉こうきくんでございます。超イケメンなんでね、お楽しみにしてください。何かこっち、感謝デーがね、はい、あの次の水曜日にあるんで、あ、1万飲み放題で23日ですかね、うん、あ、なるほど。ぜひとも来てください。1万円でこう今日月じゃない、カロリーとかビール。そうそうそう。え、それウォッカー飲み放題ですか。あ、レッドブロッカーはあの、はい、お金かかっちゃうけど。ああ、なるほど。まあ頼んでくれたら、まあ、あの喜んでつくから。間違いないですね。喜んでつきます。そうですね、それは。じゃあ皆さん23日はね、A ファングに行ってレッドブロッカーをバンバン頼みましょう。お願いします。ということで、第47回本日のゲストは、ファング切磋琢磨支配人でした。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、来週もまた見てください。今日もありがとうさり、ありがとうね。この番組はノランのスポンサーの提供でお送りしました。